スモタンパク質とは、細胞内の他のタンパク質に一時的に共有結合して、その機能を助ける、小さなタンパク質で、スモとは、スモール指キッチン、リレーテッドモディファイアーという言葉の略である。タンパク質のスモ化は翻訳語就職の一つで、細胞核、細胞質の輸送、転写制御、アポトーシス、タンパク質の安定化、ストレス応答、 細胞周期の進行など様々な細胞内のプロセスに関係する。スモタンパク質は指キッチンとよく似ていて、スモ化に関与する酵素も指キッチン化の一連の酵素のアナログである。ただし指キッチンがタンパク質分解のタグとなるのに対してスモにはそのような機能はない。スモは C 末端の4残機が切り落とされることによって完成する。 スモタンパク質には別名を持つものが多い。例えば酵母のスモ1ホモログは SMT3 と呼ばれる。またコードする遺伝子にはいくつかの偽遺伝子が存在するという報告もある。今ると PDB ファイル 1A5R、NMR を元に作られた一スも1タンパク質の構造図。タンパク質の構造はリボンで表現し、二次構造を着色している。 N 末端は青、C 末端は赤である。同じく原子を玉で表現したタンパク質の構造図。タンパク質のスモカには多くの機能がある。最も研究が進んでいるものはタンパク質の安定化、核、細胞質輸送、転写調節などである。分解のタグとなる指チンとは逆に、スモカはタンパク質の寿命を伸ばす。またスモカによって、 タンパク質の細胞内極材も変化する。例えば人の二年はスもカによって中心体から核へ移動する。また多くの場合転写因子が巣もカを受けると転写が阻害される。この他にも多くの機能が明らかとなっている。巣のタンパク質は小さく、せいぜい百残期、12桁程度である。正確な長さや重さは、 タンパク質の種類や由来する生物によって異なる。例えば人の巣もマイナス1は101残機で11.6桁である。ラットやマウスのホモログも101残機であるが、C エレガンズのものは91残機しかない。人巣もマイナス1の構造は、アルファーヘリックスとベータシートでできた球状で、両末端は中心部に収まっている。巣も顔を蹴る、タンパク質の多くには、 BKXDE というテトラペプチドの共通配列がある。ここで B は素水性アミノ酸、K はリシン、X はニニのアミノ酸、DE は酸性アミノ酸である。ありがとうございます。